イロワーズ海の位置、イロワーズ海は、フランス、ブルターニュー沖の三島から上三島まで伸びる海域。大西洋の一部。北は、イギリス海峡、西は、ケルト海、南は、ビスケー湾と接する。イロワーズという名の語源は不明である。17世紀の航海図では、イロワーズ水道の名で現れていた。ヨーロッパ有数の危険な海域である。冬季には、 しばしば大波を伴う大嵐が起きる。しかし、海洋生物の豊富な海域ともみなされており、1988年にユネスコの生物圏保護区に登録された。2007年10月、フランス初の海洋公園となった。三島の東大ロワーズ海沿岸は、砂浜、岩がちな崖、砂丘、洞窟、三島やモレーヌ島のような島々など、多様である。 近接するイギリス海峡は、色ーズ海を通り抜ける強い海流のため、深さにおいて、相当の違いがある。海峡の満潮時は、干潮時と逆に強力な北東海流がもたらされる。海流は高速でラド3海域かグールド、ブレスト水道まで達する。その結果として、色ーズ海域には、多くの灯台があり、海の悲劇についての伝承が多く伝わっている。 色合わズ海では、様々な活動が行われている。フランス海軍は1631年以降、ブレストに基地を置いた。さらに近年、クロゾン半島のロング島に、原子力潜水艦のための基地を置いた。かつてよりも重要性は薄れたが、漁業は、今も、特に、ルコンケ、ドゥアルヌネ、カマレの漁港で行われている。ブレストではカニ、イワシ、 暗号用などが水揚げされる。海域は、セーリングや、プレジャーボートでも人気があり、特に海岸沿いとデュアルヌネ湾内で行われる。難破船や、海中の眺めが楽しめるダイビングも人気が、上昇している。アベイユブルボンデュアルヌネ港の、SNSM 救命ボート海が危険の多い状態となるため、近年の船舶の交通量化密か、遭難が、増加傾向にあり、 フランス当局は、アベイユブルボンのようなサベージタグボートを含む船舶、ドゥアルムネ、カマレ、ルコンケ、モレーヌ、ウェッサンの各港に、大型救命ボートを配備するなど、特殊な捜索救難作戦を導入している。幾度もの大規模原油流出事故や過剰漁業が、報告されているにもかかわらず、色ワーズ海はいまだ植物礁と動物礁に飛んでいる。特に知られているのは、ヨーロピアンシーバス。 イルカの群れ、アザラシ、ラッコ、イセエビであり、時にはマンボウ、ウバザメ、クジラさえ現れる。多様な海鳥、ウ、ウミガラス、サギもいる。海は300種類を数えるヨーロッパ有数の海藻が生息し、豊富な環境を持つとみなされている。その結果として、議論、討論が何年も続いた後、2007年10月2日、フランス政府は、 国内初の海洋公園、色ワーズ海洋自然公園を創設した。三つの主な目的は、海洋環境の知識を増やすこと、一体の動植物生息地の保護、全種の海洋活動を発展させることである。海洋公園の面積は、緯度48度 31N から経度47度 59N の海域3 5 5 0キロ平方メートルに及ぶ。 フランス本土の海岸線が東にあり、西はフランス領海の十二海里圏内である。ありがとうございます。